はい、おはようございます。おはようございます。今朝のサラダ、主婦の気まぐれサラダ。はい、何でしょう。まずこいつは、はい、君は何だ。厚揚げだ。まず厚揚げだね。揚げ豆腐と、揚げ豆腐、トマトと、トマト、はい、しそがいっぱいあるから、庭のしそと、うん、うん、あとちいかまです。ちいかまは残ってたんで、お弁当の。結構あれだね、夏野菜のサラダ、うん、はい、なるほど。キュウリ入れてほしいかもしれない。かなりタンパク質の多いサラダだね。うん、いいよ。いいですか。はい、いただいてみます。基本的に厚揚げ大好き。召し上がってください。お、ん、もう味付けは前さ、なんか、うん、モッツァレーラと、うん、オリーブとを、なんオリーブオイルで漬けたのがあったんだよね、うん、それを入れた。タコモッツァレーラな、これ。そうモッツァレラとかね、塩と、ね、そう、うん、塩と、あとね、今日は塩麹使ったんで優しい味付けですね、うん、やっぱね、せっかく塩麹は体にいいから、うん、できるだけ火を通さないで、こういうサラダに使いたいと思います。めっちゃうまいです、これ。良一がサラダだーって朝から大喜びしました。はい、大変美味しいございます、はい、夏バテにすげえ助かる。また連れて、夏は死ぬからね。頑張ってね。頑張ります。これからです。痩せてしょうがね。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。